ブリエの YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ジュエリーのみならず腕時計も一流の商品をラインナップするカルティエは、価格のレンジが広い点も魅力的なブランドです。今回は予算別おすすめカルティエウォッチとして、50万円以下から150万円以上のハイプライスまでご紹介いたします。皆様の時計選びにぜひお役立てください。アンダー50万円のおすすめモデルはミスパシャです。比較的お手頃な価格で購入できるカルティエのステンレスウォッチですが、その中でもこちらのミスパシャは25万円以下でお求めいただけます。シンプルなラウンドウォッチですが、特徴的なラグの形状や防水性を高めるためのリューズプロテクターなどが目を引きます。リューズプロテクターにはブルースピネルが美しくセッティングされており、カルティエの腕時計を着用する満足感をしっかりと味わうことができるでしょう。モデルによってはゴールドウォッチもアンダー50万円で購入することができます。ピンクゴールド、イエローゴールド、ホワイトゴールドを組み合わせたトリニティは価格以上の高級感を放っており、大変おすすめです。アンダー100万円のおすすめモデルはタンクフランセーズです。カルティエの定番モデルとして高い人気を誇るタンクフランセーズですが、アンダー100万円でダイヤモンド入りのゴールドモデルもご選択いただけます。見慣れたデザインのタンクフランセーズも、イエローゴールドの高級感とダイヤモンドの輝きにより、ステンレスモデルにはないラグジュアリーな雰囲気をまとっています。最高峰のジュエラーとして名高いカルティエのダイヤモンドを存分にご堪能いただける腕時計です。アンダー100万円の選択肢としてミニベニュワールもおすすめです。ケースからブレスレットまで全てホワイトゴールドでできた豪華な1本で、リューズのないすっきりとしたデザインによりアクセサリー感覚でご着用いただけます。アンダー150万円のおすすめモデルはタンクアメリカンです。縦長のケースが特徴のタンクアメリカンは SM サイズでも存在感のある腕時計です。幅の広いブレスレットにはホワイトゴールドがたっぷりと使用されており、大変贅沢な気分を味わうことができます。ベゼルのダイヤモンドも二重にセッティングされ、一生ものと呼べる腕時計に仕上がっております。90年代後半のわずかな期間のみ製造されたレアモデル、ナベットもアンダー150万円でご購入可能です。個性的でありながら一目でカルティエとわかるデザインで、他人と違うモデルをお探しの方におすすめです。150万円以上のおすすめモデルはタンクルイカルティエです。タンクルイカルティエはオリジナルのデザインを色濃く残しており、高額なモデルが多い特別なコレクションです。こちらはケースのみならず文字盤まで壁ダイヤが敷き詰められ、特別なモデルであることを感じさせるラグジュアリーな腕時計です。ブレスレットのコマは大変細かく、しなやかに光を反射する様は他のモデルとは一線を画す美しさを放っています。現在当店でお取り扱いしているカルティエのレディースウォッチの中で最も高額なモデルはピンクゴールドのパシャドゥカルティエです。ケースサイズが大きいため使用されているゴールドの量も多く、圧倒的な存在感を誇る贅沢な一本です。今回は予算別おすすめカルティエウォッチとして価格帯ごとに腕時計をご紹介させていただきました。ご紹介している商品は動画概要欄から詳細や価格をご確認いただけますので、ぜひご覧ください。便利な欲しいリスト機能はご存知でしょうか。登録した商品の入荷や値下げの情報をメールでいち早くお受け取りいただけます。 LINE で受け取りたい方は便利な ID 連携がおすすめです。腕時計のご売却も当店ブリエにお任せください。条件を満たした対象の腕時計をワンプライスで高価買取いたします。モデル名や型番号を検索できるオンライン買取見積もりもぜひご活用ください。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。